サイマルです。今日はサンウェイラグーンに来ております。今日はサンウェイエリアに一泊二日して、いろいろウォーターパークとかショッピングとか楽しみたいと思います。今日はサンウェイシティに家族で旅行に来ました。ここはアクティビティ、ショッピング、ホテルが全て徒歩圏内で体験できるという家族連れや旅行者にとっても便利で魅力的な場所です。1日目は大人気のサンウェイラグーンに行ってきます。一番人気はブブゼラと呼ばれる世界で最も大きなウォータースライダー。他にもスリル満点のスライダーから小さな子供が思いっきり遊べるエリアまで、家族、お友達、みんなで楽しめるウォーターパークです。もう一つの人気エリア、サーフビーチは世界最大の人工ビーチなのですが、私たちが行った期間は残念ながらメンテナンス中でした。ここで荷物チェック。謎のキャラクター。で、ラグーンのキャラクターか。はい。ワクワクするね。レンタルキー。今日は曇りですので。ここお化け屋敷っぽいね。そうはね。カワウソのフィーディングもある。え、嘘。オッターフィーディング。これか。うん。マジ。ロッカーがある。ありがとうございます。おはようございます。お水は吸いたいね。楽しそうだね。行きたいな。お水だね。お水だね。遊ぼうか。こっちで濡れた後あっちで遊ぼうか。滑り台があるね。あら、ビューだ。やった。ああ、怖かった。いただきます。今日は初。マリーブラン。マリーブラン。マレーシアかなんかだよね、確か。あ、そうなんだ。うん、確か。パパがいたね。ここには。うん。おいしい。チキンナゲットバーガー。でも優しい味だ。黒胡椒が効いてる。あ、チキンだとね、ペッパー効いてると美味しいよね。美味しい。僕もチキン食べたかった。
何のメリーで欲しがってる。これがなんか人気のチキン。人気なのかな。美味しそうやね。ガリガリそう。めっちゃ美味しい。ガリガリ。あ、スパイシーだね。でも全然めっちゃ辛いってわけじゃない。美味しそうだね。僕もそれが食べたい。パンスケなのね。そうね。しかもハッピーミールにしようか悩んだんだけど。これ食べたいの。パン食べたいの。結構ね、想像以上にちょっと寒いね。曇っててね、寒いね。そうそうそう。今日は曇りっていうのもあるかもしれないけど、プールに結構ずっと入ってると寒い。いただきます。マミ食べた。パリパリ系の美味しい。最強にパリパリのクレープで。面白い。うん。本当だ。こんなパリパリなのによく負ける。これちょっとヌテラ好きだわ。はい、美味しいよね。わーっやったー。ストップ。楽しかった。あ、楽しかった。怖かった。怖くはないね。結構今から動物園エリアです。サンウェイラグーンには水着のまま楽しめるユニークな動物園があります。ワイルドライフパークと呼ばれるこのエリアは150種類以上の動物たちが展示されており、間近で観察できるだけではなく実際に餌をあげたり触れ合うことができます。特に鳥の展示が充実していて、迫力満点のバードショーはとっても人気です。珍しいホワイトタイガーやマレーバクにも会うことができ、ウォーターパーク併設の動物園とは思えないくらい充実した動物園です。本物なの？すごーい。こんな屋外に放し飼いされてるんだ。Can I have a mini size? Yes, yes. バーコードで。あ、これね。次にミニチ出てくる。あ、これを回りながらするんだ。あ、じゃあ先に買ってていいんだね。ほら、あの地図のところ。ああ、あげる場所がある。ねえねえ。あ、そのおじさんだ。あー、かわいそさん。かわいい。すごいね。川瀬さん見ていい。あ、来た。いたね。第一のフィーリングポイントに来ましたよ。みちかん。はい、みちかん。おいしい、おいしいって、そうそう。
大きいね。ジジ君乗っけてもらえそうな大きさだね。はい、カメさん、どうぞ。大きいな、おぉ。いい音して食べるね。うわ、怖いんだよな。手食べられそう。ジョージ泣いてるね。イチくん、あもうちょっと餌出そうか。おもちゃいた、おもちゃいた。あ、大根、大根。パーンパーン。おいしょ、おいしょ。こんにちは。こんにちは。アパカパー。アパカパー。アパカパーの方が反応した。アパカパー。アパカパー。チュパラギー。モラビーさんというかヤギはこっちに来たの。びっくりした。びっくり。怖がって。パパのとこ逃げてきたりして。いちくん、いちくんこんにちはしが。近いね。びっくりしたね。あ、ごめん。パパにつまずいた。You may purchase your animal food right outside our theater. All right, you can eat goats, rabbits, and guinea pigs. Let's have an evening, ladies and gentlemen. Let's clap for our professor.帰ってた。みんな帰ってたね。すごいね。どう？動物が逃げないように。はい、クジャクさんです。クジャクさん。あ、マレグマ。こうやってタイがいた。近いね。寝てるね。歩かないんだ。フラミンガね。はい、最後。ラストやってきた。パー、はい。終わりました。パチ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 。ありがとう。あ、すごい。ゴーカートが乗れるみたい。ね。アーチェリーとかそれ。ロンゲストです。これじゃない、前の人がいる。音楽に乗っちゃって。あ、いちくん、なんと橋の揺れで眠くなっちゃいました。寝そうです。あ、眠く、すごいね。ちょうどいい揺れだね。寝ないときここに連れてきたらいいのね、あなた。あ、眠いね。わあ、ドッカーンと景色がいいね。はーい。サンベー、すごい揺れるね。揺れるね。ブブゼラー、いってらっしゃい。あの、ね、
間の時間で。今からはなんかあれだったね、もうちょっと楽しみたかった感はあったね。そうね、あとは動物園ちょっと楽しみすぎた。そうそうそう、動物園ちょっと楽しみすぎたから2日ぐらいあれば回れるかなって思うんだけど、もう一個のね、ロスト。何ですか？かわいい。おお、すごいユニバーサルのホテルみたいだね。わあ。アメラ軍ホテル。あ、シンプルでいいね。こんな感じ。トイレと、あ、シャワーなんだね。シャワールームが広い。実は、あの、海底火鍋に行きたくって行ったら、まさかの2時間待ちって言われたので、それでもやっぱり、あったかいの食べたいねっていう話をして、しゃぶ用に行ったら、40分待ち、ちょっと一区が待てそうになかったんで、今、中華料理屋さんに入りました。すごい美味しそう。いただきます。お腹空いてたね、一緒に。うん、おいしい。残りね、少しだったらよかった。なぜか旅行の定番とかしているチャゲとオリエンタル、あ、違うか、エッグタルト。エッグタルトとチャゲのセット。以降でもね。ね。では、オリエンタルコピと、こちらの。チャゲって読むのかな？いつもチャゲって読んでんだけど。チャゲでいいんじゃない？チャゲでいいのかな？そう、キャンペーンでこのホワイトピーチウーロンティーが2個目が 50% オフでめちゃめちゃ安かったから2個買った。タロイモ、うん、おいしい。おいしいよね。タロイモのエッグタルトと普通のプレーンが2層になってる。これがね、すっごい美味しい。じゃあデザート食べて、お風呂入って、寝て、明日の朝ごはんに備えましょう。そう。じゃあおやすみなさい。いちくん、おはよう。うん。よいしょ、よいしょ、よいしょ。もうちょっと、もうちょっと寝かして。今から朝食会場に向かいます。私たちが泊まったサンウェイピラミッドのホテルの朝食は種類がたくさんありました。いろんな国の朝ごはんが用意されており、子供が好きなパンケーキやワッフルもその場で焼きたてを出してくれるのが嬉しいポイント。一番人気のエッグカウンターでは好きな卵料理をその場で作ってもらえます。温かい料理も多くて朝から大満足できそうです。はい。いちくん用のご飯まず最初に。うんうん。牛乳飲んだね。牛乳だいぶ飲んだよ。牛乳。牛乳好きだもんね、僕ね。
ム。ロパンパン。おいしい。おいしい。パンケーキおいしいの。いただきます。そうそう。ね、おいしい。昨日の夜は蚊との戦いでした。お部屋に蚊がいて。でもうフロントにあの蚊のやつを持ってきてくれって言ってね、スプレー持ってきてくれたんだけど、ちょっと一くんに良くなさそうだからね。そうそうそう、だからちょっとためらったんだけど、もう蚊に刺されすぎてダメだったけど、ちょっと軽く吹いたら大丈夫だった。もう蚊いなくなりました。ありがとう、アース製薬さん。違うよ、ふまきら。ふまきら、しまった。ふまきらさんです。すいません、競合。すごく美味しい、ここは。麺の。好みだ。枝豆買ってきた。枝豆食べたの。パパのご飯取っちゃダメだよ。朝食ビュッフェはね、子供が一緒にね、楽しめるから。食べれるものも卵。じゃあ今日はゆっくり朝ごはんを食べて、ホテルが12時チェックアウトみたいなのをゆっくりして、隣のモールにお買い物しに行く。ホテルのチェックアウト終わりました。今からは一旦荷物を置いてショッピングを楽しみたいと思います。このサンウェイシティのモールはエジプト風のデザインが特徴で、買い物からグルメ、アクティビティまで一日中楽しめるスポット。モールの真ん中にはドーンとスケートリンクがあるのも魅力の一つです。日系のレストランやショップもたくさんあります。一番気に入ってるのは子供用の無料の遊び場があるところです。枝豆みたい。本当だね。意識してんだ。ね、かわいい。うん、こういうの欲しかったんだよね。かわいい。昨日のリベンジ、ね、でもほら、待ってる間キッズスペースとそこでネイルができる。あ、本当だ。赤ちゃんが寝てるのでちょっと大きめな席にしてもらいました。ストローラー入れていいよ、優しいね。この海底火鍋は中国発祥の有名な火鍋チェーン店。高級店ですが、いろんなパフォーマンスやキッズルームがあったり、サービスがとても充実していました。実は日本にも店舗はありますが、今回私たちはマレーシアで初めて来ました。うちくん、手に入れた。なんかおもちゃをもらいました。やったね。これどうですか？それがいいの？選んでるの？なんで？値段見てる？
いくらでしたか、一斗さん。値段チェックしてるね。24リンギか。お買い得だなーって。あれ、いちくん。来年のハロウィンを。はい、今日の動画はいかがでしたでしょうか。今週末はサンウェイラグーンとその周辺のモールやホテルでたっぷり遊んで泊まってグルメやショッピングを楽しみました。サンウェイラグーンはクアラルンプールの中心から車で約30分とアクセスも良く、マレーシア在住の方はもちろん観光で訪れる方にもぴったりのスポットです。マレーシアはみんなで楽しめるスポットが近くにたくさんあって本当に驚きです。概要欄にサンウェイラグーンのチケットがもっとお得に買えるクルックのクーポンを載せておりますので、よかったらチェックしてみてください。今日の旅行動画を楽しんでいただけたら、いいねを押していただけると嬉しいです。そしていつものグルメ動画も楽しみという方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ジュッパラギー。この YouTube チャンネルではマレーシアに住む食べ歩きが大好きな私がマレーシアの新しい料理に挑戦したり、マレーシアで過ごす日本人家族の日常を動画にしています。もしいいなと思ったらチャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。